一言お祈りいたします愛する天の父様あなたの尊い皆を崇めますこれから御言葉を取り継がせていただきますこのイースターの良き日あなたが私たち一人一人に命の御言葉を与えてくださること感謝します今日の御言葉も主ご自身がお一人お一人に語ってくださいどうぞお一人お一人の霊の目が開かれ今共におられる復活の主イエスキリストを 見ることができますようにまた、聖霊様が語りかけてくださる御声を聞くことができますように、霊の耳を開いてください。このしもべを憐れんで十字架の陰に隠してください。そして通りよき管として用いてください。一切を見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン 今日のイーースター礼拝、えー、御言葉ですね、えー、メッセージのテーマは「弟子たちに現れたイエス様」です弟子たたちに現れたイエス様というテーマになっております、えー。ヨハネの福音書20章19節から23節なんですが今回このところが示されて準備をしたわけですが昨日になってですねこの箇所 2年前にも同じところをやってるなということに気づきました <laughs> え。めったにないんですけどね。あのクリスマスにしてもイースターにしてもペンテコステにしてもだいたい同じ箇所になるはずがそんなに、ね、2年後に同じ箇所をメッセージすることそうはないんですけどもびっくりしましたね。あこれ2年前にやってるぞってでも今さら変えることもできないしとか <laughs> まあ。 神様が、ね、このところ、もう一度覚えて、新しいスタートをしてほしいそう願っておられるんだろうなと思って、もう観念して <laughs>、同じ箇所、またね、興味がありましたらね、2年前のイースターのメッセージ、YouTube に出てますのでね、私もちょっと見て、あ、本当にやってるわと思ってびっくりしましたけど、はい、またご覧いただければと思います。どう違っているのかなというところですね。で、どう違っているか、初めに申し上げます。2年前は 平安があるよううにということいこがが中心でした平安がありますようにそしてそれはやはりコロナ禍コロナがねもうまだまだ先が全く見えない中でしたので本当にに不安な中にありましたその中でイエス様が「平安があなた方にあるように」と言ってくださったその御言葉をしっかり覚えるようにそのような導きをいただいたわけです。 そして今回はですねその先に行くことが導かれております。というのはですねあの十字架で死なれたイエス様このイエス様は墓に葬られたんですがその様子を見ていた弟子たち彼らはもう絶望と恐れの中にありました。そうですすよね愛する先生が あの十字架で無語たらしい死を遂げたそのことを弟子たちは遠くで見ていたんです近くに行ったのはヨハネだけです近くに行くと自分も捕らえられるのではないか自分もあのナザレのイエスの仲間だ弟子だということで捉えられまた自分たちも十字架につけられるのではないか そんな恐れを抱いていましたので遠くから眺めていたんです。もう絶望しかありませんよね。メシアだ、王だ、そう信じていたお方が惨めにあの十字架で処刑された墓に葬られたということを見ていたんですから弟子たちにとってはもう何の希望もなくなります。そのような弟子たちが 全世界にイエス様がよみがえられたイエスまことの神様であり救い主であるメシアであるということを信じるなら罪が許されます永遠の命は受けますそのような福音を述べ伝えるように変えられたんですねこのように弟子たちを変えてくださったイエス様が私たちにも現れて私たちに 新しい一歩を踏み出す力を与えてくださるそのことを今年この今日の御言葉を通して覚えたいと願っております私たちもねいよいよこう,うウィズコロナっていうんですか、えー、だんだんと考え方を変えていって、えー、コロナの中で今まで規制されて規制されて我慢して我慢して,規制してきてしてきましたけれどもいよいよ その中にあっても新しい一歩を力強く踏み出していくそんな時を迎えていますその時にまず御言葉に立って力強くね信仰を持って歩み始めたいと願っておるわけですでは聖書を拝読いたしますヨハネの福音書ですヨハネの福音書20章19節から23節拝読いたしますのでどうぞご覧ください その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた「平安があなた方にあるように」こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスはもう一度彼らに言われた 平安があなた方にあるように父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた「聖霊を受けなさい」「あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されあなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります」 はい、以上ですイエス様が葬られた墓その墓が空っぽになっていたということそれは初めに女性の弟子たたちが目撃しましま福音書の中にはねその名前が書かれていますが特にですねマグダラのマリアという女性 彼女はどうやら単独行動をしていたようですけどね他の女性たちは何人か一緒に墓に向かいましたマグダラのマリアだけちょっと別行動で行っていたようですがマグダラのマリア彼女はイエス様の墓が空っぽになっていたイエス様のご遺体がなくなっていたということを知って深い悲しみのためにも全く動けなくなりました他の女性の弟子たちは 中には、えー、見つかりによって、えー、イエス様がねよみがえられたそのことを弟子たちに伝えなさいと言われて弟子たちのところへ帰っていくわけです、えー、しかしマリアはすぐには動けなかったんですよね動けずにその場に佇んでいたんですそこによみがえられたイエス様が現れます本当はイエス様はねあのまだ 誰にも姿を現す予定ではなかったようですですがマリアがあまりにも悲しんでいるのを見かねたんでしょうねマリアと声をかけられましたそしてマリアもその声を聞いてイエス様だということを気づくわけですそしてマリアは悲しみから立ち直って急いで弟子たちにイエス様がよみがえられたということを 知らせに行きましたところがですねところがイエス様がよみがえられたっていう知らせを聞いても弟子たちには全く信じられませんでした。弟子たちもイエス様から「イエス様が十字架につけられ死んだあと必ずよみがえります」ということを聞かされていたんですけれどもそれが信じられなかったんですね。 イエス様から直接聞いていたそして今イエス様がよみがえられたイエス様にお会いしたっていう証言を聞いても信じられないんですただ、えー、ペテロとヨハネは走って墓まで行きましたそしてその墓へ行って中に入ってやっぱりご遺体がないイエス様のご遺体がないということを確認しますただ墓の中には イエス様の体に巻いていた天布が置いてあったそれだけを見たわけですそれが週の初めの日の出来事です週の初めの日日曜日の出来事です日曜日の朝ですね日曜日の朝の出来事ですそして先ほどお読みしたところはその週の初めの日の夕方の出来事です 夕方イエス様の弟子たちはユダヤ人の指導者たちが今度はイエス様だけでなくて自分たちも捕らえに来るんではないかそう恐れていましたですからもう家の戸をしっかりと閉めて誰にも入られないようにしていたんですところがその家の戸が開けられることもなくイエス様が突然ですね彼らのいる その真ん中に現れたんです。もうびっくりしますよね。ちゃんとドアも閉まっているにもかかわらず、誰かが入ってきた。おそらくね、すぐにイエス様だとは気づかないんです。うわ、誰か来たって。幽霊だですよね。またあの嵐の日、嵐の日のねガリラヤ子でも幽霊だ。みんな恐れましたけど。 おそらくこの時も幽霊だと思ったと思いますイエス様だとは気づかないと思いますですからイエス様はその怖がっていた恐い驚いていた弟子たちに「平安があなた方にあるように」そのようにまずおっしゃったんですそして十字架で打たれた手と槍を刺された十字架で釘を打たれたその手と 槍を刺された脇腹、それをお示しになったんですね。そしてイエス様ご自身であるということをはっきりと示されたんです。確かにね、あの手に釘の跡が残っている人、またあの脇腹に槍が刺さった跡が残っている人、そんな人ねまずいません。そして残っていたとしても。 その状態で生きている人なんてまずいませんですよねあの釘の跡あんなのがついててそのあたり歩いている人まずいません必ずもう死んでそして遺体は鳥に食べられているわけですそんな人はまずこの時代はいません今もいませんけれどもね、えー、ですから 釘の跡、そして脇腹を刺されたその跡、それを示すことによって、私はイエスそのものである、本人であるということをね、弟子たちにはっきり示されたんです。そして、私は今生きている。あなた方にあらかじめ言っておいた通り、私はよみがえっているということをイエス様は示されました。ですから、イエス様は、 もう目の前に現れたその人がイエス様だ私たちの先生だということをね確信して喜ぶことができたんですそしてイエス様はもう一度平安があなた方にあるようにそうおっしゃってから父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますそのように 弟子たちをこのように派遣することをお伝えになりましたそして彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいその命じられました、えー、息息を吹きかけるこれねなんか不思議な行為みたいですけども実はこの精霊精霊これねあの霊ですよね霊という言葉なんですがイエス様が霊を受けなさい聖霊を受けなさいと言われた霊 これはギリシャ語でもヘブル語でも風とかね息を意味します。同じことな、同じ言葉なんですね。風、息、霊、これはすべて同じ言葉です。ギリシャ語でプニューマと言います。プニュマ。ヘブル語ではロガハって言うんですよね。そのように同じ意味を持っています。弟子たちはこの後、ペンテコステの日ですね。五十日目かな。 天から与えられる精霊を受けることになりますですがイエス様はあらかじめ息を吹きかけることで精霊を受ける体験をここでさせているんですよねそして精霊を受けなさいあなた方はこのあと天から約束の精霊を受けますそれを受け取りなさいということをおっしゃいましたなぜ精霊を受けなさいとおっしゃったのか それはイエス様この後、ね、天に帰って行かれます。本当でしたら、いつまでも弟子たちと共にいたいんです。愛する弟子たちと離れたくないんです。愛する弟子たちはこれからこの世で、さまざまな困難の中を通ります。さまざまな戦いがあります。ですから、彼らを一人にすることは本当に辛い。 だからこそイエス様はご自身の霊である聖霊様を弟子たちに与えるそのことによってどんな時でも彼らを守り助けるそのように約束されたんですイエス様は決してあなた方を捨てて孤児にはしませんとおっしゃいました絶対に捨てないイエス様はご自身に従うものを 見知ってるようなお方ではありませんただ一瞬も目を離すことはありませんそのことを弟子たちがはっきりと知ることができるように聖霊を受けなさいそのようにおっしゃってくださったんですそして父なる神様がいつも御子イエス様と共におられたようにイエス様は聖霊様を通して 弟子たちといつも共にいてくださるんだということをここで教えておられますそしてイエス様は彼らをこのようにお使わしになったんです弟子たちをこのようにお使わしになった目的それは彼らを通してすべての人に罪の許しを得させるためですすべての人は罪を犯しました アダムが罪罪をを犯したために、すててての人は罪を持って生まれていまれいその罪を持っていたのなら人は必ず最後の審判の時に裁きを受けます。神様の見怒りを受けます。その裁きを逃れるためには罪を許していただかなければならないんです。ですが神様に対して犯した罪を 許許ししてていいたたただくためにには神様に許していただかななければなりません誰か他の人が「ああいいよいいよ大丈夫だ許してあげるよ」というわけにはいきません神様に対して犯した罪は許すことができるのはただ神様ご自身だけですだからこそイエス様は精霊様を与えられました神様の権威を精霊様を通して与えられたんです そして人々に罪の許しと永遠の命を与えようとされたんです日本人の多くはイエス様の復活イエス様がよみがえられたということを信じられない出来事だと言うと思います残念ながらですねあの YouTube のコメント欄とかでもね復活なんてありえない 生物学的にありえないっていうふうにね、えー、コメントをいただいた方もありました。はい。そのように多くの方が死者が蘇るということは信じられないことだと思います。しかし自分が信じられないからといって復活はないという証拠にはなりません。 多くの人がどれだけ多くの人が信じられないと自分の感想を述べたとしてもそれは何の証拠にもなりません。本当に復活はないんだそんなこと決まっているだろうというのならはっきりした証拠を示していかなければならないはずです。ですがその証拠を出すことはできません。もしも イエス様のの復活がななかったのなら、多くの人が死者のよみがえりはないというようにイエス様がよみがえらなかったのなら福音は全世界に広がっていなかったと思いますね。なぜならイエス様の復活がなかったら弟子たちは変わることがなかった臆病なままで閉じこもって逃げ回っていた。 その弟子たちが全く変えられた平安を与えられ力をいただいて全世界に命がけでイエスは主であるイエス・キリストを信じるならあなたは救われると福音を述べ伝えたんですイエス様の死を目撃した弟子たちその弟子たちは イエス様がよみがえられたという弟子たちの話それを聞いても信じられませんでした当然ですよね自分の目の前でイエス様が亡くなったということを確かめたんですだからよみがえられたという知らせを聞いても信じられないのは当然ですそのように弟子たちは信じられなかったけれども彼らは 復活のイエス様が彼らの前に姿を現してくださりご自身である証拠を示されました生きておられるという証拠を示されましたそしてイエス様から助けと権威と新しい使命を与えられました弟子たちはイエス様に出会い 平安をいただき新しい使命も頂い,いてそして力を頂い,いて全世界に出ていくようになったんですそれによって福音は全世界に広がって今私たちにも伝えられたんですもう誰もですね嘘な 嘘とか作り話のために命を捨てることはしません誰がそんなね作り話のために命をかけるでしょうかね嘘のために自分の命を捨てるでしょうかもう世界中に <laughs> 宣教師たちが出ていってキリストを伝えましたイエスキリストを述べ伝えました なぜそこまでするんでしょうかそれは神様が誰も滅びて欲しくないからですすべての人を愛しておられすべての人が救いを得てほしいからですだから宣教師たちは神様の御心を自分の心とし出ていくんです命がけで出ていくんです イエス様が十字架で命を捨ててくださったように福音を述べ伝えるために命を懸けたんですそれによって私たちも今イエス・キリストを知ることができたんですペテロやヨハネといったイエス様の弟子たちに始まって2000年の間数多くのイエス様の弟子たちが 命がけでイエス様の復音を述べ伝え私たちにも復音が伝えられましたこの事実を覚えるときイエス様の復活をありえないそう言い切ることはできません今復活のイエス様はイエス様を信じた私たちにも精霊様を与えることを約束してくださいましたそして 私たちに平安を与え希望を持って力強い歩みができるように変えてくださいますまたすべての人を救うため私たちをも使わすとそのようにおっしゃいますこのイエス様の御言葉を真摯に受け止めましょうイエス様が いつも共にいてくださるということを感謝しましょうそして私たちもイエス様の権威に従ってイエス様の十字架による罪の許しをまだイエス様を知らない人々に述べ伝えてまいりましょうお祈りをいたしますイエスはもう一度彼らに言われた 平安があなた方にあるように父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします天の父様あなたの尊い皆をあがめますイエス様がさまざまな恐れを抱いていた者にもその復活の姿を表してくださり 平安を与えてくださることを感謝いたします。恐怖のどん底にいたペテロたち、彼らに現れたイエス様は、平安があなた方にあるように、その御言葉と、またイエス様ご自身である印を見せられ、彼らに平安を与えられました。そして新しい使命を与えられました。今、私たちも、 3年続いた新型コロナウイルスのこの影響によってさまざまな恐れを抱くものですこれから先どうなるのかまた世界の情勢が本当に不安の中にあります恐れを抱きますそのような私たちに今イエス様が現れてくださり平安があなた方にあるように そのように見声をかけてくださることを感謝します。そしてまた、私たちをも使わすとおっしゃってくださっていることを感謝します。私たちのような、こんな弱い、何の役にも立たないようなものでありますけれども、主はあなたを使わすあなたに言ってほしいのだ、あなたにしかできないのだと、そのようにおっしゃってくださり、 私たちを用いてくださることを感謝します。私たちが使わされるそのところで神様の愛を神様の恵みを述べ伝えることができますようにそしてすべての人が罪の許しを得永遠の命をいただき天の御国の希望をいただいてこの世の歩みをすることができますように主がどうぞ助けてください。 私のために、私たちをもう一度、御霊に満たして用いてください。主よ、ありがとうございます。復活の主が共にいてくださることを心から感謝し、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。